画面の前の皆様、こんにちは。村人 Q でございます。本日はデッドバイデイライト、ギデオンを指定してきました。ピックです。やっていきましょう。破滅があるよ。猫ちゃん反応してるからちょっと隠れとくわ。隠れ場所としてここ適切すぎ？やっちゃう。ギディオンはね、ピークが一番厄介かな、個人的に。ピック、ゴスペ、レイスあたりはね、本当に当たりたくないね。マイケルもそうだけど。もうとにかくね、ガンガン回していくしかないから、しょっぱなから頑張ってね、やっていきましょう。さすがにまだ猫ちゃん警戒されてないと思うんだ。私の存在にまず気づかれてないから、多分初手、多分不協和音とか持ってるにしても、あ、いた。ナイス救助。で、箱を漁るアーカイブもあるし、箱を漁るパークもあるんで、これで箱を漁って、何かしらの箱なり鍵なりをね、取っていきたいなっていう。いいですね。まあ、ギディオンだったら地図とかでもよかったけどね。てか、ウルリアの地図だったらトーテムの場所とかも記録できるから。こっちからやるか。機械技師の工具箱ね、使いどころミスると結構ね、もう役立たずのものになっちゃうんで、危険なんだよね。さあ、釣りペースも早いし面倒だね。90いきます。これ改造タイマーついてない？もしかしてだけど、あらまあ、あらまあ、戻ってきそう。いや、追ってるか。 OK。 これまず解放権も獲得しつつ、まあ、じいちゃんどうせ死ぬよな。改造タイマーだね。改造タイマーだと箱増やすアドオンついてますね、多分ね。あら、お、じいさんギリギリ外してんじゃん。ナイスすぎる。これなんで、ん？上か。上通ってたな。あぶ。
もし、まあ無理かな、きついかな、食らっちゃうかな。おお、プス。なるほど。すまん、ちょっと下通るわ。痛いわ、あなた。それは痛いわ。とっても痛いの。あ、ダメか。まあ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 、1、2、3、4、5、改造タイマーとあれだね、ジグソのスケッチだね。アドンは厄介だな。不屈音量でしょ、しかも。ナイス、でかい。でかすぎる。よいしょよいしょ。チャッチャが行きましょう。チャッチャか、チャッチャか、チャッチャか。頭外していくに限るね。こんなところ置かれても、他の二人と違って私はあのつけられた時にまだあの頭作動してなかった、頭作動してなかったんで、解放された時に。その点ではまあちょっと有利だよね。いや、これ下に、ありがとう。発電機を回してほしいっていう気持ちもあったけど、ピック怖いもんね、急に来るからね。で、不屈本領でしょ、板当て厳禁ですね。はめ、うるせえ。もう糸も全部使うぐらいの気持ちでいきますわ。いった。回しといてくれ、回してくれ。イタチもある。イタチ破滅不屈音量 OK。 パークは割れたぞ。ただパークが割れたからといってね、安心できないのがね、このゲームなんだよね。強ポジ待ち。下にいるな。これこっから上がってきて対処できるかな。外した。ここだ。この工具箱を使う時が来たようだ。 OK。
将来性はそんなない。ジジジジ頼む、壁に入ってくれ。一回一回でいい。溜まってるよな。最後の頭さあ、しかしラス1です。オッケー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 。もうつけてくれ、つけて出ていってくれていい。ノーワンないことは割れてるから。いや不屈尊量これが強いよね。無理だって。もうギリギリのところでさ、やっぱ板倒すのをやめさせられるから。あ、ちょ、怪我の治療だけいい、二人いるなら。でこれ改造タイマーがあるから、ちょっとこれいつもだったら回すんだけど、回しても出ていってってするんだけど、ちょっと今回改造タイマーがあるんで、しっかりとここは外していきたい。あのじいちゃん何回目だ。まだ2回目か。 OKOK、 助けに行く。これはね、自分の命をかけてでもね、助けに行きますわ、あのじいちゃんのこと。オッケー、ノーワンない、ノーワンないから頑張れ。さすがに回復まではしてられん。さすがに。オッケー、オッケーだね、開けてるね。クローデットが暴れてる。さすがにコンカこれ。何、ゲート寸止めしてる。開けていいとも、開けていいとも、ノーワンないし、開いてないか。開けましょう。おっと、これは予想外の結末。改造タイマーとジグソーのスケッチ。あれ、イタチなかったか。チリ破滅、不屈音量でしたね。まあ、なんか知らんけどキラの回線が飛んでしまったと。いうわけでね、やっぱギデオンはやっぱピックだね、強いね、ピックがね。ギデオンで多分一番強いのは多分この構成のピックだと思いますね、不屈音量。まあ他の2つは何でもいいけど、不屈音量ね、ギデオンね、結構使えるんで、ね、やっぱりね。まあ、もうバレてたら、あんまり通用しないネタなんだけど、それでもね、不屈音量はやっぱ、ああいう、倒さざるを得ないところで、もう間に合わない、出歯吐いても間に合わんなっていう時に強いからね。まあなんとかね、猫3人、うん、やっぱ猫だね。というわけで今回は、ギデオンでピックから逃げていったというわけで、ご視聴ありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録いただければ幸いです。それではまた。